エルフたちはどこか別の場所に運ばれてしまったか。帝国軍の目的、我が知るはずなかろう。人間の考えはあまりに小すぎて想像もつかぬわ。赤い目がどうかしたか。ウェルドレ、声が途切れたぞ。砂漠へ急ぐがよい。女神にも危険が迫っておるかもしれぬ。助けてください。我々の村が帝国軍に。お主どこの者だ。この先の妖精の谷です。どうなってることやら。お主、助けに行くのか、殺しに行くのか。フェアリー、あのショーワルドモの巣か。こやつら妖精の谷に向かっておったようだ。すぐ谷があり、そこも無事ではあるまいが。ラウム、リベサル、ルーヒューゲ、こんな情けない兄を許しておくれ。
汚らわしい人間なのです。弟たちが殺され家が焼き払われていることも知らず裏の林で。ん？おいおい、それからどうした？あれか、お前弟たちを見捨てちまったか。おお、哀れで惨めな弟たちよ。お気の毒っと、ますますおもれ一等賞。すげえ、こりゃまた派手にやられたな。おいおい見ろよ、このかわいそうな目。最後に何見て死んだんだろうな。見たくありません、私には見られない。気持ち悪いってか。人間なんてダメだね、全然ダメ。汚いし臭いし、死ねば。そうだ、死ねよ、命捨ててちょうだい。ダメ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 、最低。はい、決定。私は怖いんだろ、死ぬのがよ。死にたくねえんだろ、本当はよ。うわっちゃうざってえ、マジで。さっさと死ねよ。待てよ、なんならちょっと契約してみっか。それはどういう。はあ、わかんねえかな。もしもし、その頭は飾りですか。これからお前と俺は手を組むのよ、一生離れられないのよ。ダッサ、嘘嘘、お願いします、契約してください。醜く下等な生き物め、我が炎でその匂いを断ち切ってやるわ。地獄の炎が。声が聞こえた。契約者か。なんて濃い霧だ。全く先が見えぬ。気をつけて進まぬと敵の格好の的となるぞ。
待て、話し合え。その者たちにもう戦う意志はない。あなたたち、私の声が聞こえているのか。そちらは連合軍の兵士さんですね。剣さばきで音がわかります。はじめまして、私レオナールと申します。ああ、私は目が見えません。そう、君と同じく契約の代償です。闇より明るい希望はなし。人間の愚かさを見ずに済むとは幸運よ。水とも感じますから。死者はもはや土くれと同じ痛むべき存在です。君に従いましょう、カイム。死体はこのままにして砂漠へ急ぐことにします。私とて女神たちのことは心配ですから。誰にでも許される権利はあると信じたい。無事で。ヴィルドレとユーバルトは捕らえられたか。はい、私をかばって。そうさな、捕虜収容所が近くにあるはずだ。そこを潰すのが一番確実な救助方法だろう。私なら大丈夫です。女神ですから。兄さん、早くヴィルドレとあの人を助けてあげて。
君方の区別がつかんな。もっともお主は区別も必要もないか。気配がする。探すのだ。
ベルドレだ。帝国軍に捕らえられてしまった。声を受けた者よ、助けてはもらえぬか。お主がヴェルドレか。ここが帝国軍の捕虜収容所だ。速やかに行動せよ。声が聞こえるということは、そなたらも契約者か。気をつけられよ。収容所は帝国の兵によって固く守られておるようだ。イユバルトは私とは違う牢獄に連れて行かれたようだ。無事だと良いのだ。ここです。助けてください。おお、そなたが皆無か。ヴェルドレ、お主に何か知ってることがあろう。答えよ、今何が起きているのだ。帝国軍は国への介入に飽き足らず、もっと根本的なところから想像し直そうとしているようです。世界か。はい、封印が全て解けた時に出現すると言われている再生の卵、彼らの狙いはそれでしょう。だから最終封印である女神の命まで。再生の卵だと？真実を都合の良い神話に歪めるのは人間のもの悪い癖だ。
帝国軍の聖地破壊を止めてくれぬか。封印を解いて世界が無事なはずがない。まして神殿の封印が一つ破られるごとに女神の負荷をますます重くなるのだ。おお、そんな帝国軍とて人の子、慈悲をもって穏便に。この男に説教は無駄だ。世界がどうなるかより己の恨みをどう晴らすかで頭がいっぱいらしい。神よ、哀れな子供らに祝福を。祈る者と殺す者に何の違いがあろう。一皮むけば人間など皆失われて愚劣よ。無駄だ。それはどういう。砂漠の神殿の封印はすでに破られた。そなたらは何も感じぬのですか。嘘だ、封印が破られるなんて。俺に力があれば。俺に力があればフリアエを守れるのに。誰だ。フリアエを守り俺だけのものにするのに。やめろ。俺の腕に抱き誰にも渡さないのに。俺の言い名付けなのに俺だけを愛してくれるはずなのに。やめてくれ。俺だけのもの、俺だけの女、フリアエ、誰にも渡さない。フリアエは渡さない。誰にも誰にも誰にも。皆無人。違う、違うんだ。僕を愛してフリアエ、僕だけを見て、僕だけを抱いて抱きしめて、僕だけを愛して愛して愛して、僕を許して深く深く深く許してください。僕だけを見つめて見つめてください。見つめて。女神は死ぬ。封印薬は精神体力ともに蝕まれる。必ずや近い将来命を落とすだろう。それが女神の役回りだ。そんな。本当はただの女なのに、お前の横でこう抱き幸せに笑い続けるのが似合うただの女なのに。女神の任を降りればただの女に戻れるのか。命は伸びる。俺はどうすればいい。フリアエを助けたいんだ。力が必要だ。ドラゴンと手を結ぶような強大な力が。皆無だ。皆無なら。皆無でよいか。フリアエの感謝と愛を一身に浴びるのは本当に皆無でよいのか。俺は。俺が言い名付けなのに、フリアエのキスは俺が受けるべきなのに、俺だけを見てほしいのに、愛してほしいのに。力があれば、俺は力があれば、あれば。力があれば。こいつらを早く仕留めねば神殿が占拠されてしまう。行くぞ。
わされようとしている。でも守るべき全てだ。これらが破壊されてしまえば世界は闇に閉ざされる。ここから一番近い封印の在処は砂漠の神殿だ。急いで向かってくる。し破壊する。人間とは本当にどしがたいものよ。皆無、女神フリアエ、いや、そなたの妹には封印役の苦痛を強いてしまっている。早く、一刻も早く奴らの聖地破壊を防がねば。急いでくれ皆無。神殿は世界の秩序を守る要。夢破壊されてはならぬ。頼んだぞ皆無。
敗されてしまう。精度も時間の問題だ。空を狩る竜の天敵と言えようぞ。まずは奴らを倒すのだ。イオワルトのハープが落ちていたが、奴は今どこに。帝国はこれほどまで封印の破壊にこだわる。再生の卵に何を託しておるのだ。あの封印が破られるようなことがあってはならない。絶対に。敵の赤い甲冑にはどうやら魔術を反射する能力があるらしい。気をつけられよ。ユーワルドはここにはおらぬよ。
神よ、我らに慈悲を与えたまえ。先ほどの増援は陽動部隊であったか。皆無、封印に急いでくれ。よし、早く封印の場所へ向かわれよ。神殿はこの向こうだ。道は自分で作るしかないぞ。消え失せろ。邪悪な亡霊を打ち払いたまえ。するようだぞ。でからく退散させよ。帝国軍は火に集う虫のごとく封印に吸い寄せられておる。他の神殿の無事が気になること。役者となりし我々に反感とは、愚鈍にも程があるわ。
神よ、これもあなた様の意志なのでしょうか。我々に試練を与えるのがあなたの。指揮兵団が出現した模様です。
しい恐ろしい。私はこのような汚れは見たことがない。あ、封印が、封印が破られてしまった。無事で、イーバルトは、これはハープ。砂漠の真ん中に落ちていた。はあ、メガミ。砂漠の神殿の封印が破られたゆえ、あなたへの負荷がだいぶ重くなったのでは。平気です、私なら平気です。それよりもユーバルトが。おお、ドラゴンが成長されたのか。契約者としてまた一つ強大な力を手に入れたようだな、怪物。